海道石尾水坂です。およそ 700m 先、左方向です。
GoPro ビデオストップ。6時53分右です、フェリー乗り場に到着しました。まもなく目的地周辺です。案内を終了します。運転お疲れ様でした。
セットの駐車場に入ります。この先しばらく道なりです。GoPro ビデオストップ。
左行けないでしょ、これ。浜松から506キロ、42号線の終点の、和歌山市の県庁前まであと360メートルです。6.8 キロ、平均燃費 26.5 キロでした。